原楽のためのレクイエムは、竹光徹が1955年から1957年にかけて作曲した原楽合奏曲であり、竹光の初期の代表作とされる。当時結核を患っていた竹光が、信仰のあった作曲家、早坂文雄の死を痛むとともに、自らの死を意識しながら書き進めた作品であり、早坂文雄に検定されている。初演の2年後に、 ストラビンスキーがこの作品にコメントしたことは、作品の評価のみならず、内外における、竹光の名声を高めることにつながった。単一の楽章からなり、演奏時間は約9分。竹光通る1950年に、ピアノ曲、二つのレントで作曲家デビューを果たした竹光であったが、1953年に拡血し、結核と診断される。肺に 経卵台の穴が開くほど病状が進行していたため、京王病院で入院治療を受けるが完治しないままに1954年3月に退院。6月には同じく結核を患っていた劇団式の女優、若山朝香と初体を持つこととなった。竹光は療養生活を続けながら、以前から進行があった作曲家、早坂文雄の自宅に再び出入りするようになり、そこで、 七人の侍のオーケストレーションなどを手伝った。早坂もまた重度の結核を患っており、滑血を繰り返しながら作曲を続けていた。竹光も病状は思わしくなく、微熱と倦怠感が続き、ひどい時には箸の上げ下ろしができないほどであったが、その一方でミュージックコンクレートの仕事のために徹夜でスタジオにこもるなど無理を重ねていた。減額のためのレクイエムは、 このような状況の中で作曲されることになる。なお、竹光の病状が解放に向かうのは、新しい薬を使った治療を受けるようになった1958年以降のことである。減楽のためのレクイエムは、竹光が劇団式の公演のために書いた音楽の一部を発展させて作られている。その元となった作品については1956年の セムシの聖女であるとする説があるが、竹光は立花隆のインタビューに対し、1955年5月に劇団四季の第四回公演で上演された野生の女であると答えている。この頃の竹光は自らの死も意識しており、ちゃんとした作品を一曲も書かないで終わっては、死んでも死にきれないという悲痛な思いを持っていた。その矢先、 野生の女の開幕の曲として書いたトランペットのモチーフを竹光自身が気に入り、これを別のちゃんとした作品に発展させようと考えたのである。その作品の形態として竹光は弦楽合奏を選ぶことになるが、それは野生の女の公演から2ヶ月後にあたる7月に実験工房の演奏会において13管楽器のための室内競奏曲を発表した際、 自分が想像していた音と実際に出てくる音が違っており、管楽器を使ったオーケストレーションの難しさを痛感したためである。書き始めた作品のタイトルについて、竹光はレクイエムとするか、メディテーションとするかを決めかねていたが、同年10月15日に、早坂文雄が、結核のため41歳の若さでこの世を去ったことに、衝撃を受け、これをきっかけに作品を、 レクイエムとして書くことを決めた。なお、初演当時、竹光は初演のプログラムノートに、特定の人の死を痛んでこの曲を書いたのではありません。しかし、僕はこの曲を書きながら、しばしば、早坂文雄氏を思い、その死を痛みました。と記しているが、後には、早坂さんへのレクイエムであると同時に、自分自身のレクイエムであるとはっきり捉えて書き出した、わけです。 と語っている。ただし、レクイエムを書くことに決めたとはいえ、この頃の竹光は、モーツァルトやフォーレなどのレクイエムを聞いたことがなく、レクイエムという言葉には、西洋の宗教音楽から切り離された、死者の追悼のための鎮魂の音楽というイメージしか持っていなかった。なお、後年になって、竹光は、当時偶然耳にした、ジャズピアニストのレニート・リスターノの曲、 レクイエムに感動したことが作曲の動機の一つとなったとも述べている。1957年1月、竹光は東京交響楽団から作曲の移植を受けた。当時、上田人氏が常任指揮者を務める東京交響楽団は定期演奏会で日本人作曲者の作品を積極的に取り上げており、竹光にも白羽の矢が立ったのである。その背景には、 実験工房の活動などで竹光と親交があった秋山国晴が東京交響楽団の機関誌シンフォニーの編集長を務めておりその秋山が上田に期待の若手作曲家として竹光と佐藤慶次郎の名前を紹介していたことがあるとされる一方竹光自身は鎌倉から東京に向かう横須賀線の車中で弦楽のためのレクイエムの楽譜の手直しをしているときに 偶然、上田に声をかけられ、楽譜を見せたことがきっかけであると述べており、関係者の証言には食い違いがある。竹光は1955年以来少しずつ書き進めていた減額のためのレクイエムを持って、この移植に応えることとし、移植を受けてから4ヶ月後の1957年5月に完成させた。スコアの上書と複数の筆者譜の作成については、 病床にあった竹光がかなり衰弱していたため妻の竹光朝香が代わりに行った。1957年6月20日に、日比谷公会堂で行われた東京公共楽団第87回定期演奏会において、弦楽のためのレクイエムは諸演された。この時の演目は以下の通りであった。初演に対する聴衆の反応はかんばしくなく、批評も一部を除き冷ややかなものであった。 前衛的な要素が理解されなかったというわけではなく、評論家の園部三郎は6月24日付の読売新聞において、日頃実験主義的主張をしている竹光氏の作品としては、意外に素直な作風で驚かされた、と記している。竹光自身は後に、原楽のためのレクイエムを、私が作曲家として書いた最初の作品と位置づけているが、 初演直後には作品に満足しておらず、当時の心境を振り返って次のように述べている。いろんな意味でレクイエムは満足できる作品ではありませんでした。第一にあまりに情緒的でした。あまりに個人的な思い入れに押し流されて書いていました。自分のパーソナルな感情を単純に表現するだけのロマンチシズムに終わっていました。 このような不満を背景として作曲された作品が、翌1958年の、ソン・カリグラフィであり、厳格のためのレクイエムとは、対照的に厳格な処方により書かれている。なお、ソン・カリグラフィは1958年8月に、行われた20世紀音楽研究所の第二回、軽井沢現代音楽祭の作曲コンクールにおいて、松下真一の8人の奏者のための、 室内コンポジションと共に順位なしの入賞を果たしている。ストラビンスキー、ペトルーシュカや春の祭典などの作品で知られるロシア出身の作曲家イーゴリ・ストラビンスキーが1959年に来日した際、減楽のためのレクイエムの録音を聞いて次のようにコメントした。この音楽は実に厳しい。全く厳しい。このような厳しい音楽があんな ひどく小柄な男から生まれるとは。ストラビンスキーが日本の作曲家の作品を知るため、日本の音楽界に詳しかったヒューエル・タークイやハロルド・クルサーズと共に様々な作品のテープやスコアに当たっていた時の発言である。この時、ストラビンスキーは福島和夫によるアルトフルートとピアノのための作品、エカーグラに対して、これはいい曲だ。 実にいい曲だ。と賛辞を送ったのだが、これが、減楽のためのレクイエムへのコメントと混同され、ストラビンスキーが、竹光の、減楽のためのレクイエムを激称したと誇張されて、伝わった。このことは、結果的に竹光に対する世間の評価を一転させる、ことになり、翌1960年に行われた第一回、東京現代音楽祭においては、再演された。 減額のためのレクイエムがドイツ大使賞を受賞した。また、ストラビンスキーのコメントは1971年にヨーロッパで竹光が特集された際にも引用され、ストラビンスキーに認められたと作曲家として紹介されることになるのである。一方、アメリカではちょうどストラビンスキーの来日前後よりタークイと進行があった指揮者ソア・ジョンソンが演奏会で 原楽のためのレクイエムを頻繁に取り上げており、1960年代には小沢聖治も積極的に取り上げるようになった。タークイは音楽芸術1963年1月号に掲載された特集現代日本作曲家論の中で次のように述べている。原楽のためのレクイエムは東京のあらゆるオーケストラによって演奏されており、東京以外でも数多く演奏されている。 それは、ヨーロッパやアメリカでも演奏されているし、日本の作曲家の最初の構成に残る古典の一つと考えられよう。実演ばかりでなく、1960年代には、岩城博之式による NHK 交響楽団、若杉博史式による読売日本交響楽団、小沢誠二式によるトロント交響楽団などによる録音も行われている。楽譜は1962年に、 音楽の友社から出版され、その後1970年にフランスのサラベール社が竹光と出版契約を結んで音楽の友社から版権を買い取った。出版譜にはいくつかの間違いがあることが指摘されており、その中には先行夫人が作成した筆者不断階でのミスも含まれている。作曲家の川島スバルは現行の出版譜、竹光朝香の筆者スコアのコピー、 東京交響楽団が初演当時に使用していたパート譜の書き込み、指揮者の秋山和義が東京交響楽団で演奏した際に、竹光本人に確認しながら、工程を加えた楽譜などを比較検討し、エクスムジカ史上において詳細な工程報告を行っている。第1バイオリン10、第2バイオリン9、ビオラ8、チェロ7、コントラバス7竹光が、 初演時のプログラムノートにおいて、始めも終わりも定かでない、人間とこの世界とを貫いている、音の川の流れの、ある部分を、偶然に取り出したものと述べているように、作品は、沈黙から生まれて、沈黙へと帰っていく。冒頭は、弱音器をつけた第一バイオリンによるピアニシモの A へ、音で始まり、他の楽器が加わって、下のフレーのような、重く沈んだ和音の響きを作る。 楽譜は一時的に使用不能です。そこに、チェロのソロとビオラが内的独白のような旋律を奏でる。佐野浩二は、この旋律に含まれる、AA- ヘカラロという三つの音の動きと、後に遠い呼び声の彼方へ、海へなどの作品で使われることになる、海のモチーフとの音程の面での共通点を指摘している。楽譜は一時的に使用不能です。 この旋律を中心として、早々を表すような鎮痛な面持ちで、曲は進行していく。一部を除いて極めて遅いテンポが取られており、それは加速したり減速したりして絶え間なく変化する。また、三連符が多用されており、遅いテンポと相まって、規則正しい白節がないような印象を与える。例として、冒頭部分の主要な楽層のリズムを以下に示す。冗談が、 主戦律のリズムである。竹光は作品独特の時間感覚について、白に対する概念が、西欧のそれとは全く異なっています。言うなれば、ワンバイワンのリズムの上に曲は構成されています。と説明している。ワンバイワンのリズムという謎のような表現について、オノは脳におけるリズムの揺らぎのようなものと解釈している。規則正しい白によらない。 この作品を指揮する上でのコツとして、小沢誠二は、会わなくてもいいからやってくださいってやると、やってるうちに、なんとなくどこかで会うの。と述べている。全75小説の構成について、竹光は、自由な三部形式で、速度の配置は、レントモデルレ,レントとなっています。と述べており、バートは、以下のように ABA の三部形式をもとに5つの部分に分けている。このうち、 A1 の前半、B2、A2 のそれぞれの結尾部には、独創が置かれており、構造の理解を助ける、目印の役割を果たしている。なお、秋山は全体を3つに区分しながら、第22小節以降を第2の部分としている。竹光自身は単一の主題であると表現しているが、バートは音楽的な素材を以下の6種類に分類している。 これらの音楽素材の配置は以下の表のようになっている。なお、表中において、太字で表示した素材は反復されないものである。中間部はテンポが上がるが、すぐに B8 や D2 が現れレントに戻る。このことを、竹光は次のように説明している。速度の境界は極めて曖昧なもので、主題は波紋のように広がる緩やかな振幅の内部にあり、 立ち現れる、経廉的な形態、あるいは店舗モデルは、水泡のように突然現れて、絶えず緩やかな振幅に合流しようとします。ですから指定された速度は、66に終始する一種の変装曲といった方が正確でありましょう。竹光のパーソナルな感情を単純に表現した、弦楽のためのレクイエムは、2011年の東日本大震災の後には、 多くの犠牲者に対する普遍的な追悼の音楽としていくつかの国や地域で演奏された。震災の翌週3月17日に行われたニューヨークフィルハーモニックの演奏会では当初エサペッカサロネンの客演式によるハンガリーをテーマとしたプログラムが予定されていたが急遽演奏会の冒頭で音楽監督アラン・ギルバートとサロネンによって 追悼のメッセージと募金協力の呼びかけが行われ、続けて、減額のためのレクイエムが、ギルバートの指揮により演奏された。アメリカにおいては、この約1週間後、ピッツバーグ交響楽団が、アンドリス・ネルソンス指揮による3月25日、27日の演奏会の曲目の一部を、減額のためのレクイエムに差し替えている。また、3月27日には、 ドイツのハンブルクで北ドイツ放送公共楽団による日本救援を目的としたチャリティコンサートが行われ、ここでも弦楽のためのレクイエムが演奏されている。なお、このコンサートの指揮もアラ・ン・ギルバートが務めた。4月以降もイギリスのロンドン、フランスのパリ、ブラジルのサンパウロ、フィンランドのヘルシンキなどにおいて弦楽のためのレクイエムが東日本大震災と関連した。 チャリティーコンサートなどの演目として取り上げられた。その後も、このような形での演奏は行われ続け、東京交響楽団は2017年3月11日に、被災地復興支援、チャリティーコンサートを行い、同団が60年前に初演した、弦楽のためのレクイエムを開幕で演奏している。ありがとうございます。